塩崎君。私はですね、これ実は久場島はとあと3つの島と分かれているんですが、私はですね、この持ってらっしゃる方が信用ならないとかいうことを言ってるわけでは決してないんです。ただ例えばその人に危害が加えられるとか脅されるとか、まあ、いろんなことがあり得るわけであってですね、その時に国益に反するような流れになった時にどうするんだということであるわけで、まあ大変な金額で外国の人が買うとかですね、そういうようなことが起きるとも限らないわけでありまして、私は基本的にこの尖閣はできれば国有化をすべきではないかというふうに思いますし、何らかの施設を建てることをお勧めをいたしたいと思いますし、常時誰か日本人がきちっとそこにいる。今灯台があるんですが無人です。誰もいないんです。ここはやっぱり誰かいるっていうことが私は大事だと思いますので、国としてですね、やはりその尖閣を死守するという、その国としてのメッセージを出すということが私は大事じゃないかなと思うんです。もちろん毎年じゃなくて30年50年、例えば香港みたいに99年契約っていうのもそれはあるかもわからないんですが、まあ基本的には私は他の島と同じようにですね、国が持ったらどうだろうかというふうに提案をいたしたいことと、今の契約書をですね、委員長、この委員会に提出をいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。プライバシーの問題もあろうかとは思いますが、理事会で協議をいたします。保有についての答弁いりますか。いります。塩崎君。保有ってな、その土地を持てというの、島を持てとか、あ、もうその考えについてね、はい、総理。千郷君ですか。総理です。菅直人内閣総理大臣。まあ、これまでのいろいろな経緯もあり、現在実効支配をしているわけですけれども、まあ、いろんな考え方について、必要なところで、まあ、せっかくのご提案でありますから、検討させてみたいと思います。塩崎君。まあ、いずれにしてもですね、菅内閣の外交、まあ、鳩山内閣もそうでした。そして菅内閣になってももっとひどくなったと私は思いますけれども、一日一日ですね、なんか領土が狭くなっているような気がするんですね。こんなことで我が国を守りきることができるのかどうか非常に心配であって、いやそうじゃないですよ。じゃあなぜ世論の 91% は菅内閣の外交に不安を抱いているのかということをよく考えてもらわなきゃいけないし、例えば、まあ、今度メドベージェフ大統領と会えるかどうか、胡錦涛さんと会えるかどうか、いろいろまあ議論してますけれども、今年は皆さん安保改定、日米安保条約の改定後50年ですよね。60年安保の50年後ですよ。この50年をの言ってみればなんか記念式典をやろうだのような話は全然政府からも出てこない。これは大事でしょう。日米同盟の進化、こう言ってるはずですよ、菅さんも。だったらばこれを基本の日米のこの改定50年経ったところで記念式典やったりと、我々自民党であるいは野党でですねやろうと思って、アメリカ の在京大使を呼んで、何らかの形でこれまでを振り返って、そしてこれからも一緒にやっぱりしっかり強化をしながらやろうじゃないか、そういうことをやろうと思ってますけど、何の議論も出てこないですよね。だからみんな不安になるんですよ。そこのところよく考えていただきたいと思います。そこで次に移りたいと思いますが、今日実は経済産業省のですね、古賀茂明さんを呼ぼうと思いました、審議官を。残念ながら議整わず理事会で OK が出なかった。参議院の予算委員会では呼んだんです。ところがここで呼んでくれないということになりまして、もう臭いものには蓋をすれ内閣ですから、もうそういうことでやられてしまいましたが、そこで経済産業大臣、今もう地方はですね非常に苦しい状況であります。私の地元松山も本当に今厳しい。中央商店街も空き店舗率 14.4% ですよ。元気だったところがもうそんななってる。で、中小企業の途端の苦しみを味わっている状況を多分まあうすうすはお聞きになっておられると思うんですけれども、実は経済産業省でこの古賀茂明さんを10月初旬に2週間地方にね、出張させた。
地域企業の状況、円高による影響について調査をさせたと聞いてますけれども、その出張について大臣は報告を受けましたか。委員長、大畑経済産業大臣。塩崎議員にお答えを申し上げます。駒さんの出張については報告を受けました。塩崎君。いつ受けましたか。大畑昭弘経済産業大臣。はい、出張の前にですね、出張される前に、駒さんにこのような形で出張を命じますと、こういうお話をいただきました。塩崎君。委員長にお願いがありまして、この古賀さんの出張報告書というのをですね、ぜひ国会へ提出していただきたいと。そして今日理事会でも話になりましたが、政府参考人ではなくて参考人として招致をすることをお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。書類提出の件につきましては、大至急与党と役所でお詰めいただきますことをお願いいたします。小川さんの招致につきましては引き続きご協議を理事会でお願いいたします。塩崎君。委員長、恫喝っていう言葉の定義を持ってまいりました。これはもう官房長官ご記憶にあると思いますが、参議院でこの小川さんが来たときに、将来に傷がつくとこういったことが恫喝ではないかということで散々議論があって、謝罪をされましたけれど、恫喝であるということを認めなかった。将来に傷をつくという言葉は、普通考えれば出世の可能性はもうないよとかですね、転職しようとしてもなかなかもうできないよとかですね、そういうことを言って、で、本人の目の前でですね、国会でそういうことを言うと将来に傷がつくと言ったんですね。これはどう考えたって、これ恫喝っていうのは脅して恐れさせること、あるいは人を脅して恐れさせること、脅しということだと思うんですね。で、27日の内閣委員会で平議員が自民党の恫喝と受け止められるのは不本意だというふうにお答えになったでしょうが、なぜ恫喝ではないのか。で、こんなことをですね、官房長官に言われたら、言われた方はやっぱり恐ろしいなとこういうふうに決まっているというふうに思うんですね。で、これはくだらないという今ようなやじがありましたけれども、実は官房長官が自分たちの都合の悪いことを言う人をですね、封殺すると、言論を。それで民主主義の国家であればこんなことがあっていいはずがないわけであって、そしてその恫喝はですね、実はこの個人に対しての恫喝だけじゃないんですね。実は政府全体ですよ。ですからもう今、役人の皆さんは非常にピリピリしてますから。そしてもう一丁大事なことは、国会に対する恫喝になっちゃって、参議院で呼ばれたのに、あとはみんな呼んだら官房長官に怒られるぞみたいなもんで、全然呼べなくなって、実はこの古賀さんはですね、去年の年末に公務員制度改革の事務局、一掃されました、事務局が全部。全部官房長官によって変えられました。そして今その時いた3人のトップはですね、2人は政府の外に行ってしまいました。したがってあの時の公務員制度改革の状況などを聞くのは古賀さんに聞くしかないんですね。それで今日呼んでくれと言ったけども、それでもダメだった、そういうことで国会までそれが恫喝がよく聞いちゃってですね、議論もできないと、そういう状況になっているということをまず知ってもらいたいというふうに思うので、仙石長官、これまでの発言が恫喝だったことを認めて謝罪をしてもらいたいと思います。